はい、こんにちは、こんばんは。勇者と申します。妖怪道中記、一度クリアしたんですが、最悪のバッドエンディングということで、今度は逆に最高のエンディングを出してやろうと、もう一回やり直し、回ってきて、はい、全校ポイント2万点、貯めてきました。で、ここからは、一体も敵を殺さず、お金を一つも取らず、クリアすることが条件になります。やったるで。ダメージ食らっても OK なんで、まあ、ある程度も食らいつつ、いけたらなと思います。地味にこのね、置き金が辛いっすよね。取ってしまいそうで、もう怖い怖い。まあ、練習はしてないですが、何よりも自分で一度クリアしているという、さっきね、しかもさっきクリアしてるんで、それを体が覚えているはずということで、順調。そして一応、ショートカットもできるみたいなんで、それも駆使して、おわわわ、ダメージ食らったけど、大丈夫、条件は。危ない！よっしゃ。この上でショートカットできるみたいです。女神様がいて、で、奥へ行ってごらんなさいと。で、私は釈迦である。はっきり言って私は偉い。なかなか頑張ってるようだな。褒美に少し先へ進ませてやるぞ。ちなみに1回目プレイした時はあそこに兄貴がいたんで、もううんこ落とされただけでしたが。OK な。ふっだー！行き止まるわ。よっぜ すいません。うるさいですね いや、なんか取っちゃいそうなんですよ。なんか判定が微妙に広いんで、困るんですよね。ここが苦しんだとこです。よかったら、ここまでの動画アップしてあるんで、よかったら見てください。ここまでのというか、前回ちゃんと普通にクリアして、バッドエンディングになってる動画上がってますんで、よかったらそちらもご覧ください。よっ。お、初めて行けた。初めて行けた。お金ー！危ない。危ない。あるある。あ、馴染んでるな。危ない。危ないって。よし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 。順調順調。来てる来てる来てるよ。よいしょ。こうかな。よいしょ。よいしょ。もうちょい、もうちょい。多分もうちょいです。さあ、いけるか。体力は十分、体力は十分。もうちょい、もうちょい、もうちょい、もうちょい。マジでもうちょいです。来た、来た、来たか。これは来たか。くっそ、あいつ、俺は。うわ、うわ、とっとっとっと、早く、早く、エレベーター、よし、行った。行ったんじゃない？長い道のりご苦労だったな。ここまで来る人間はそうおらん。よし、褒めてもらいました。しかし、お前の行き先を決めるのは、お前の行いを調べてから。はい、どうなの？行くところは？やったー、You are great！ タロスケはゲーム界に行き、有名になりましたとさ。
めでたしめでたし。お、なんかいろいろな人がいます。パックマンと、左のあれ、メトロクロスのやつだと思うんですけど、それ以外はちょっとよくわかりませんが、はい。やったね。これが、最高のエンディングです。はい。やりました。バッチリ。いや、一発でうまくいってよかった。これね、やり直し効かないんで、一発で成功して本当に良かったです。ちょっと胸をなで下ろしております。ふぅー。ま、実は2周目なんですけどね。めっちゃしんどかったです。もう最短距離で駆け抜けると思ってやってるんですけど、最初にちょっとお金貯めて3連射買うのに時間がかかりましたね。はい。でもなんとか見れてよかったっす。はい。オッケー。じゃあ、この辺で終わります。で、最悪のエンディングの方プラス、まあそこまでの道中の冒険の様子は僕の再生リストで妖怪道中記プレイみたいなやつがあると思うので、よかったらチャンネル登録していただいて、で妖怪道中記実際の一からの実況も見ていただけると嬉しいです。はい。ということで、今回は妖怪道中記最難易度最難関エンディングでした。ありがとうございました。ではまた他の動画でお会いしましょう。バイバーイ。